明日入院です。明後日手術です。もう今回ばっかりはダメかもしれません。皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、冒頭見ていただきましたように、もう最後の晩餐になるかもしれませんよ。というわけで早速始めていきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきましょう。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、うまいな。やっぱりキリンラガービールはうまい。そんな感じです。はい、今日の一品目はこれ、ローストビーフですね。スーパーマルハチさんで買ってきましたよ。そしてポン酢ついてます。これかけていただきますよ。そしてこれ、今日はね、半額シールが貼ってあったんで、もともと320円ぐらいやから160円。めっちゃ安いよね。まあようわからんけど、早速ポン酢かけていくよ。はい、ゆずポンかけていくよ。こういうね、土佐作りっていうの、ローストビーフでもこういうたたきみたいにして食べるのがうまいよね。では早速いただきますよ。はい、ネギたっぷり、玉ねぎたっぷりで美味しそうやね。ではネギと玉ねぎと一緒にいただこうかな。はいはい、いただきます。半額でもうまいね。ビールに合う。はい、そして次はこれ、見ての通りのエビフライ、そして見ての通りのタコの唐揚げ。この2つマルハチさんで買ってきたよ。ただちょっとね、冷めてるんでね、こういうの熱々で食べたいよね。だから今日も出てもらいます。はい、今日も出ました、屋台横丁さん。今日もよろしくお願いいたします。では早速焼いていきますよ。はい、まずはこのタコの唐揚げから焼いてみよう。タコの唐揚げうまいからね。俺の分と嫁さんの分、2つずつ焼いてみようかな。合計4つ焼きますよ。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろタコの唐揚げがいい感じになってきたんで、早速いただきますよ。
はい、この美味しそうな感じのやついただこう。はい、めっちゃうまい。これはビールが進むくん。はい、ではもう一ついただくよ。めっちゃ美味しいね、このタコの唐揚げは。そして今回はお皿に一旦のして、そしてこれかけていこう。はい、出ました、今日もミラクルスパイス風味を。これかけると絶対うまいよ。はい、フージオはね、唐揚げに向いてると俺は思ってるよ。ほんとうまいからね。ではいただきます。はい、タコの唐揚げほんとうまい。フージオでさらにパワーアップしてるよ。うまいわ、ほんとベストマッチング。何とベストマッチング？フージオとベストマッチング。はい、そして次はエビフライ焼いてるよ。それとタコの唐揚げ一個だけ焼いてるよ。はい、ではこのタコの唐揚げいただきますよ。はい、最高にうまいね。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そしてエビフライがそろそろいい感じになってるんでいただきますよ。はい、熱々で美味しそうやね。お皿に一旦のして、そしてこれかけていくよ。はい、かけていくのはこれ、キューピー具沢山タルタル。このタルタルほんとやばいからね、ほんとうまいよ。これおすすめですよ。では開けてかけていくよ。はい、かけさせていただきます。見てこれ、美味しそうやね。早速いただきますよ。はい、いただきます。これは言うこと Nothing。 はい、そして次のエビフライもいただきます。
ほんと熱々で食べるとうまいよね。そして次はもう一回お皿にのしてこれかけていく。はい、やっぱりフージオでちょっと食べてみたいからね。フージオで食べるとどんな感じになるのか、エビフライにかけたこと今までなかったからね。ではいただきます。はい、エビフライいただきます。うん、うん、フージオで食べてもうまいね。ただ結論から言うと、俺はタルタルで食べる方が好き。そんな感じです。あ、うまいね。そういえば俺が明日から入院するのを詳しく言ってなかったね。まあ前からちょこちょこ言ってたんやけど、まあ俺のこの胸のこの辺にね、なんか腫瘍があるみたいで、まあ腫瘍って言っても嚢胞っていう、なんか水風船みたいなのがあるみたい。まあそんなのね、30年ぐらい前からあるんやけど、まあ結構大きくなってきたんでね、そろそろ肺とか心臓にね、圧迫するんじゃないかという危険が出てきたんでね、それを摘出する手術を受けるっていうことになったんやけど、まあそれで明日入院、明後日手術、まあいつ出てくるのかは分かりません。まあ永久に出てこないのか、あるいは早めにちょっと運ばれてくるのか、もうよう分からんけどね。まあだから分からない部分が多いんです。だからこのチャンネルね、ひょっとしたら穴開けることになるかもしれない。その時はごめんねと今言っとくよ。まあそうならないようにしたいけどね、いつまで入院してるかがわからないからね。まあ早めに出てきたら、まあ気づかれないうちに復帰してると思うけど、まあそんな感じで。ところでサルキチ君、今日はなんか珍しいビール持ってるけど、それどうしたの？はい、サルキチです。いやー、ちんさん、これはですね、サントリーさんのなんか新発売のサントリー生ビールトリプル生っていうやつ。これね、なんか最初の一口から最後までうまいビールにこだわってサントリーさんが作ったらしいよ。まあサルちゃん今飲んでてやっぱりうまいなって思ってるところやけど、ヨーチンさんもね、ちょっと前に飲んでたけどやっぱりうまいって言ってたもんね。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこの怪獣みたいな顔したおばはん、あのおばはんがくれました。なんでくれたかっていうと、明日からヨーチンさんがなんかいなくなるんでね、病院の方に入院して手術して、まあ帰ってくるかどうかわからない感じ、まあそんな感じやから、おばはんめっちゃ心がウキウキしてね、家賃さん帰ってけへんかったら保険金もらえるねってサルちゃんに相談来たよ。まあ相談来たけど、サルちゃんはまあおっさん死んだらもらえるやろね、おばはん受け取り人やからね。ただね、サルちゃん言いたいよ、おばはん
今のうちにサルちゃんが受け取りになるけどね。ただ人ちゃうけど、俺はぬいぐるみやから、ぬいぐるみが保険金の受け取り人になれるかどうかは保険の人じゃないとようわからんと思うけどね。まあとにかくあのおばはんがウキウキしてるっていうことだけは報告させていただきます。以上。そうやったよね、サルちゃん。名人もウキウキしてるのか。まあ俺折れへんかったら羽が伸びる感じがするよね。まあようわからんけど、とにかく俺はちょっとやばい手術受けてくるよ。何がやばいかようわからんけど、とにかく無事帰ってきたらまたこのチャンネル再開するよ。それだけ言ってさらに食べるよ。そんな感じです。はい、そして俺の最後の晩餐かもしれない食卓の締めはやっぱりネギトロ巻き。俺大好きやからね。まあこれね、スーパーマルハチさんで割引シール貼るまでちょっと粘って待ってたからね。だから今日撮影の時間が遅くなったんやけどね。まあとにかく無事割引シール貼ってくれたんで買ってまいりましたよ。そんな感じで早速いただきます。はい、ではいただきますけど、まあ食べるのこれってわかるよね。わさび乗ってるから。ではいただきます。ほんとこれうまいよ。割引シール貼ってくれて嬉しかったね。はい、ではネギトロ巻きいただきます。うまいね。これは何にも言えねえ。そんな感じです。はい、というわけで、まあ俺も明日から闘病生活に入るよ。ようわからんけど、とにかくでかい病院に入院です。そんな感じで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしく。退院できたらまた会おうね。よろしく。